優勝戦一号艇の森田俊介選手です。こんにちは。こんにちは。はい、えー。飛ばしてまして、えー、今年はすでに優勝が5回なんですけども、今節の流れはいかがですか。あ、いいと思います。モーター的にはどんな感じで来てますか。えっと昨日以外はあのだいたいバッチリな感じで走れてます。昨日はどんな感じだった。昨日はちょっとうん明確に。 あのずれてたなと思ってますどうずれてましたレースでいうと船足でいうとたぶんあったかくて気温が上がって回転が、うんえー、完全に足りなくなったような状態です今日はコンディション的にどうですか昨日と比べて今日はあの気温上がる予定予報なんで、うん、あのできたいいと思います昨日のコンディション昨日の調整が1つ大きなヒントというか材料に。 あ、そうです、ねまあ、昨日気付けて、な、うん、まあ、何とか順位もぎりぎり握れて、気付けてよかったなと思ってますさあ、えー、調整があった時の船足はどういうのふなしは、えー、全体的にバランス取れて、うんえー、中堅上位ぐらいですね、うんえー。今節、スタートの見え方、えー、景色の間合いっていうのは、いかがですかそうですね途中 あんまり早いスタート行けてなかったんですけど、昨日、うん、しっかり行けたんでだいたい行けると思います。まあ当然1コースインコースですね。予定してます。はい、さ、えー、ゴールデンウィーク戦闘ですね。優勝は実はこの6名の中ではたった1人森田選手ということになります。ファンの皆様に一言お願いします。はい、あの今節、あのー、運良く追加でここを入れてもらってあのー？まあ、調子よく。惚れてしまったんで、はい、90数を超えました。あのー あの調子よく成績もよくここまで来れてしまったんであの初日から最終日まで吉川先輩にずっといじめられて何かしら文句つけられてあのちょっと精神的に参ってるんで最後あのしっかり踏ん張って、えー、いいレースして帰りたいと思いますはい返してください拍手お願いいたします一号艇森田修介選手ですありがとうございます。 二号艇は木村正樹選手です。こんにちは。こんにちは、はい。よろしくお願いします。ええー、正樹さん、えー、えー。は、ま、あの、吉川選手からは可愛がって頂い,いて。はい。どうですか?。特に、問題なく。はい。問題なく過ごさせてもらってます。そうですか?はい。船足はどうですか問題ありませんか?。船足も、そうですね。伸びはちょっと。負ける方はいるかもしれないですけど。た、うんまりは。 強めだと思います。ターン周り強め。はい、はい。えー、そのターン周りのところもう少し詳しく聞くと。最初の船のこう、かかりというか向きというか。はい。この辺りからいいですか。そうですね。向い。前を向いたら進む。のが強いなっていう感じが。あります。俗にいう出口の一瞬の足。そうですね。はい。スタートの決めやすさという点では。うん。本節はしっかりいけてるかなとは思ってるんですけど。うん、はい。 ということは、まあ、その辺りを武器にして戦うコースは枠なり基本ということでしょうか。そうですね。ピット離れしてから。って感じですかね。うん、はい。ピット離れ普通。普通です、ね。はい。はい、まあ、当然ね。ここは枠なりが想定されてしかるべきでしょう。はい、さあ、えー、ファンの皆様に一言決意をお願いいたします。はい。えー、っと、森田俊介を倒します。ありがとうございます。力強い宣言でした。ありがとうございます。三号艇は遠藤恵美選手です。こんにちは。 こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。エント先生は実はゴールデンウィークに優勝2回してるんですが、あのここに看板あるようにビアコはですね、あの女子選手セットになっているので、そのゴールデンウィークの優勝2回 2>、はいはい、記憶してますか。覚えてない覚えてないです。ではまたあのちょっとよく調べといてください。はい、はいえー。この時期ね相性いいビアコであります。はい、さあ不那どうでしょうか。あはあの全体的にいいです。 少しこう細かく解析すると、船足のその一番手応えがある部分というのは。あ、もう本当に全部の足がいいので、うん、はい。乗り心地は。乗り心地もいいです。操縦もいい。はい、はい。じゃあ、もう特に今日はやることは。 もうこの気温に合わせて、しっかり、ベラ調整するだけだと思ってます、はい。気温がね、上がるという感じになってます。さ、えー、コースは、もう当然これ、枠なりが基本になりますかね。はい。うん。あと、スタートですけども、今節走ってくる中で、はいえー、見え方などで、気になることはないですか。そうですね。最初難しかったんですけど、はい。会ってきて。はい。行きやすくなりました。まあ、いい、はい、質のいいスタート。そうですね。ですよね。はい、はい。さあ、三号艇の戦いです。 一言お願いします。はい、えー、全力で頑張ります。応援してください。はい。3号艇、遠藤恵美選手です。ありがとうございます。4号艇は、松山翔吾選手です。こんにちは。こんにちは。えー、私、あの、ずっと気にしてたのが、いわゆる勝率なんですけども。はい。はい。えー、これ、なんとか、あの、クリアできそうですね。はい。はい。A1 勝率、クリアできそうです。はい、えー。まあ、ほぼもうクリアしてると言ってもいいでしょう。さあ、船足ですけども、どうでしょうか。 バランス取れていいいと思いますバランスは高い水準でのバランスそうですね、うん、ちょっともうちょっといい人が優勝戦いそうなんで、うん、そこは求めていきたいです教えてください誰でしょうかあみんないいと思いますあみ,んなみんなそれぞれにいい <laughs>、はい、特にあの自分が非力だとかいうことはないけどもちょっとずついい人がそうですね伸、うん、びでは誰ですかこの中では伸び くると思うんで、なるほど、いいとは思います。はい。周りのスケーは誰ですか？は、みんなみんなそうですか。さあ、はい、自分の調整ですけども、今日はなんか課題テーマを持って望みますか？そうですね。乗り心地犠牲にしてでも戦えるところまで持っていこうかなと思ってます。乗り心地を犠牲にしてでも船足の強さを求めて、はい。ええー、それはプロペラ？プロペラで、はい。 行きますか、はい。で、その時のコース取りは別にあ、もう四コースで。うん、はい四コースですね。はい。スタート感どうでしょうか。はい。行く気で行ってるんで決まってると思います。うん、まあ、ここまでね、あの、非常に鋭いスタートをね、再三決めております。ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、気合い入れていきます。応援してください。4号艇、松山翔吾選手です。ありがとうございます。5号艇は、深井俊久選手です。中央へどうぞ。こんにちは。こんにちは。はい 師匠師匠と声がかりましたが、えー、今節その師匠の体感的にはフラッシュはどういうふうに映ってますか。そうですね、バランスが取れてちょっと伸び方かなって感じはします。バランス取れて伸び方はい。え伸びはこの中に入ると上位。うん、上位とまではいかないですけど、まあちょっといいかなっていう感じですかね。はい。そのバランス伸びがややいいというバランスは。 優勝戦に向けてもキープしていくのか何か変えたいという気持ちがあるのかそうですねちょっともうちょっと両方良くしたいかなとは思ってますけど、はい、つまり出足系そうですね出足もちょっと欲しいんで、はいうん、乗り心地操縦性という点では手応えどうなんですか乗り心地とかはいいと思います、うん、なるほど、はい、じゃあもう戦うにはあの十分な水準は今ある、うん、そうですね十分あると思います新人、えー、はどう考えて、まあ、5コース、うん からいきます。ね、まあ、やっぱね、あの、それが基本になるということです。そうですね。はい。えー、時計との場合い、景色の見え方、どうでしょう。うん、そうですね。僕もスタート、早い方じゃないんですけど、まあ、今節はまだ。いつもよりは、いけてるかなって感じはします。まあ、あの、昨日もね、えー、ゼロ台をね、日本決めております、えー。最後にファンの皆様に一言お願いします。えー、一生懸命走ります。応援してください。5号艇、塚井敏久選手です。ありがとうございます。ますそして、6号艇は、中川壮太選手です。 こんえちょっと勝率のこと言って申し訳ないんですが手元の勝率期末で、えー、初の A2 がもう完全に支柱に入っております、えー、頑張りました頑張りましたねはい、はいえー、またねさらに活躍をしてもらいたいと思いますがふなしどういう裏付けでしょうかうん最近伸びを意識してる調整がはまってると思いますまあ前傾タイムから出てましたね はい、うん、でそれはずっとそのトップ級という感じで伸びについては認識してるどうなんですかね、うん、レースしててどうですかまあちょっといいと思います、うん、はいぐいぐい引き離すような感じではないんで、うん、そこをもう少し求めるのかバランス取るのか考えてます、えー、当然今ここでは答えが出ないと思いますが今 完全に真っ二つでこうバランス迷ってるのか。はい。ちょっとこっちかなと思ってるのかってのはどうですか。まあ、決めてはいます。決めてる。はい。たいですね。聞けますか。聞いてください。皆さん、あの。まくり差しだけ狙います。あ、そういうふうな話。はを考えていくということです。コース、六コース。六コースで。はい。さ、スタートがこういかがでしょうか。スタート、ちょっと。 思ってるより届いてるんで控えてはいます、うん、はい。というかやっぱりあのしっかりと全速で入れるスタートあはいそこを目指していますはい六、えー、号艇の参戦ファンの皆様に一言お願いします、えー、頑張ります応援よろしくお願いします六号艇は香川壮太選手です